今この選手がもがき苦しんでいます。今シーズン開幕こそ1軍に帯同し、4月1日には初打席初安打を記録するも、打席はその1打席のみ。2日後の4月3日に1軍登録を抹消されて以来、一度も1軍登録されることなく2軍での生活が続いています。首位を走るチームの中で1軍の出場機会が巡ってこないこの選手、ファンの間では出場機会を与えるために他球団へトレードされるのではないかという噂が出てきました。その選手の名前は島田海里。積極的トレードがあるのかないのか、トレードの噂が上がる理由、トレードがあるとしたらどことトレードされるのか検証していきます。入団から2022年シーズンのプチブレイク。島田海里は九州学院高校、上武大学を経て2017年阪神タイガースからドラフト4巡目で指名され入団します。中学時代には後のリオオリンピック400メートルリレー銀メダリストの桐生祥秀に100メートル走で先着したことがあり、ドラフト当時は桐生に勝った男として注目を浴びたほどの俊足と強肩が魅力の外野手です。2018年のルーキーイヤーにはプロ初安打を記録。シーズンを重ねるごとに少しずつ代走や守備固めとして一軍の出場機会を増やしていくと、2021年にはウェスタンリーグで規定打席未到達ながら21盗塁を記録し、盗塁王のタイトルを獲得するなど自分の武器に磨きをかけていきました。そして翌2022年シーズン、島田がプチブレイクします。例年通り代走や守備固めでの途中出場が続いていた島田でしたが、この年の阪神は異常なまでの貧打にあえいでいました。そんな状況下で島田にもチャンスが巡ってきました。6月1日、西武ライオンズとの交流戦で1番ライトで先発出場すると、いきなり3安打を記録し、手話な打撃を首脳陣にアピールします。当時の矢野監督は試合後、こういう形で出てきてくれると攻撃のバリエーションも増えるし、貪欲にアピールしていってほしいと、スタメン即猛打賞の島田の今後に期待を寄せるコメントを残しました。以降主にスタメンで固定されるようになり、準レギュラーとしての立ち位置を確保しました。このシーズン規定打席未到達ながら82安打21盗塁打率2割6分4厘と自身キャリアハイとなる成績を残した島田は、オフの契約更改で非常にいい経験をさせていただいた、これを土台として来年もっと飛躍できるようにやっていきたいと、2023年シーズンのレギュラー奪取へ意気込みを語ったのでした。打撃不振と若手の台頭。相手投手にとって嫌な打者になるため、出塁率3割5分以上を目指したいと、前年度3割3厘だった出塁率を向上する取り組みをして挑んだ2023年シーズンでしたが、島田は開幕から打撃不振に陥ります。なかなか打率が上がらず、強みであるはずの守備面でも危うさを見せてしまいました。象徴的だったのは8月9日の巨人戦。7回から代走で途中出場していた島田は、その裏の守備で何でもない左中間のフライを落球してしまい、直後に中田翔に逆転ツーランホームランを浴びる展開になってしまいました。直後に巡ってきたチャンスの場面でも三振に倒れ、チームは勝利したものの、攻守ともに精彩を欠く試合となりました。結局このシーズン、島田は打率1割4分5厘に終わり、前年度に比べ出場機会も減らしてしまいました。また前年ドラフト1位で入団した森下翔太の存在も、島田の出場機会減少の大きな要因の一つでした。大卒1年目として2023年シーズンを迎えた森下は、規定打席未到達で打率は2割3分7厘とそこまで高くないものの、本塁打10本と長打力の高さ、ポテンシャルを見せつけました。2024年シーズンになると、さらに外野のポジション争いは熾烈なものになりました。高卒3年目の前川右京、高卒5年目の井上幸太らが存在感を見せ始め、ますます島田の立ち位置が厳しくなっていきました。噂されるトレード説、相手球団は〇〇。
阪神のセンターには4度の盗塁王、3年連続ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得し、走攻守ともに替えのきかない絶対的レギュラー近本浩二が君臨しています。そのため残りの両翼を来日2年目の助っ人シェルドン・ノイジーや先ほど述べた森下、前川、井上らと争わなければなりません。しかし彼らと比較したときに島田は打撃、特に長打力が圧倒的に不足しています。岡田監督は取材で、野球は守りよ、打者はよう打っても打率3割やけど守りは10割に近づけられる、しっかり守れないと勝てるわけないやんかと語っている通り、投手を中心とした守り勝つ野球を目指しています。そのためセンターライン、保守、二遊間、センターには守備力の高い選手を配置し、失点を最小限に抑える野球をします。裏を返すとそれ以外のポジション、ファースト、サード、レフト、ライトの選手にはある程度の打力が求められるため、打力で他の選手に劣る島田はどうしても序列が下がってしまうのです。しかし島田は28歳、まだ老け込む年齢ではなく、むしろここから野球選手としての全盛期を迎える可能性もあります。そんな島田に噂されるのが市場機会確保のための積極的トレード説です。シーズン中なので相手はパリーグの球団となるでしょう。そこで候補として上がってくるのがオリックスです。リーグ4連覇、日本一奪還を目指すオリックスは5月25日現在借金5の4位で、首位ソフトバンクとはなんと11ゲーム差と苦しいシーズン序盤を送っています。低迷している要因の一つに得点力不足が挙げられます。チーム打率2割3分9厘、チーム総得点115はどちらも最下位西武に次ぐワースト2位。今シーズンから FA で広島から加入した西川龍馬が現在打率2割1分6厘、本塁打1本、 OPS543。 2021年本塁打王獲得の杉本裕太郎が現在打率1割7分8厘、 OPS467 と苦しんでいるように、外野手の打撃低迷が得点力不足の原因です。また3連覇したシーズンを振り返ってみても、そのすべてのシーズンでチーム盗塁数がリーグワースト2位以下、今年もここまでチーム盗塁数17でロッテに次いでリーグワースト2位と、中嶋監督はあまり盗塁を戦術に組み込まない監督です。だからこそ2021年に21盗塁を記録した島田の経験と総力は、得点力不足に悩むオリックスで違いを生み出し、チーム戦術の幅を広げられる選手になるでしょう。これ以上ソフトバンクに独走を許すわけにいかないオリックスは、一軍経験豊富で総力でも貢献できる島田をトレードで獲得する可能性がありそうです。オリックスの放出候補は、オリックスの放出候補として挙げられるのは義母翔です。義母は未来沖縄高校から2018年ドラフト5位指名を受け、オリックスへ入団した24歳の内野手。俊足強肩が持ち味で、高い運動能力を生かした内野守備は琉球忍者と称され、徐々に出場機会を増やしていきます。2023年には自己最多の62試合出場、打率2割7分9厘を記録し、スタメン出場も41試合で、セカンドとしてチームで最も守備につくなど活躍しました。今季の飛躍が期待されましたが、ここまでは足立や西野らベテランに出場機会を譲ることが多く、思ったような活躍ができていません。阪神のセカンドには昨季最多安打のタイトルを獲得し、全試合フルイニング出場継続中の中野拓夢がいます。一見阪神の補強ポイントではないようにも見えますが、実は中野の後釜が思ったように育ってきていません。レギュラーとサブの実力差が最も大きいポジションとも言えるでしょう。さらに中野はまだ27歳ですが、連続フルイニング出場を継続しているがゆえに、怪我、金属疲労による急激なパフォーマンス低下が近い将来考えられます。そのようなリスクに備えて、スーパーサブ、次世代のレギュラー候補として阪神が義母を獲得する可能性はありそうです。2人目の候補は本田仁美です。
ホンダは精査国際湘南から2017年ドラフト4位指名を受け、オリックスへ入団した24歳の投手です。最速158キロの快速球が武器のホンダは、2022年に中継ぎとして42試合に登板し、防御率 3.50 とまずまずの結果を残しましたが、翌2023年にはシーズン中盤から不調に陥り、28試合の登板、防御率 6.34 と精彩を欠きました。今シーズンは1軍登板こそ2試合にとどまっていますが、2軍では9試合9イニングを投げて防御率 2.00 という安定した成績を残しています。環境を変えると一気に化ける可能性のある選手です。現在阪神の救援防御率 1.58 はリーグナンバーワンの数値ですが、全く不安がないわけではありません。得点力不足による救援陣の登板過多、それに伴う夏場以降のパフォーマンス低下、復活を見込んでいた湯浅敦樹の不調、ホンダはこれらの不安要素を埋めるピースになる可能性がある投手なので、獲得に動く可能性はあります。得点力不足を解消して巻き返しを図りたいオリックスと、シーズン中盤以降のリスクヘッジと次世代のセンターライン候補獲得を目指したい阪神、両球団にとってウィンウィンなトレードになりそうです。岡田監督に代わって島田と糸原健斗の出場機会が減りましたが、糸原はその中でも要所要所で活躍を見せて存在感を勝ち取りました。島田は出場機会を求めてトレードになる可能性があるように思えますが、どう思いますか？トレードがいいか、阪神で頑張るのがいいか、またトレード相手の予想についてもご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録を押してくださいね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。